はい、今日8月5日です、今日は札幌市内のホームグラウンド3に、来ています、今日もここでですね、ブラブラ歩きながら美味しい野食材を探していきたいと思います。はい、土だけですね、これ多分。今実はですね、あのホームグラウンド、3から帰りにちょっと2に寄ってます。で、これ乳茸もうちょっと乾いちゃってるんであれなんですが、乾いてるしもう虫に食われて、これあの乳出ないですよね多分。まあ乳茸の特徴としてはこう傷つけるとですね乳が出るんですけども、まあ、ちょっと乾いちゃってて出ないですね。これどうですかね。はい、うっすら出てます。で、まあここですね、この他にもあっちの方にもあるし、こっちの方にもあるので、取っていきたいと思います。はい、もうちょっと上の方にちょうど若いチチタケありました、取っただけで、ちょっと触っただけでチチ出てます。まあ、これはすごいいいですね。あとですね、まあ、これ取ったやつなんですけども、すごい大きいチチタケもありました。これですよ、これ。まあ、私の手と比べると分かると思うんです。まあ裏だいぶ汚れてますけども、でも乳が出るので、まだ大丈夫だと思います。な、こんな感じですね、収穫は。
はい、晩酌の時間になりました。今日も部屋が暑いので、黒糖焼酎で行ってみたいと思います。すみません、またマドラー持ってくるの忘れました。行儀悪いですけど、ちょっと箸でかけましさせてもらいます。はい、それではいただきます。はい、黒糖焼酎美味しいですよね。それではまあ最後ですね、今日のメインディッシュになりますけども、チチタケですよね。チチタケとナスと豚バラ肉と炒めたものと。で、チチタケ自身はですね、ボソボソしてて、そのままでは食べられないんですね。そのままっていうか、食べ方があるわけです。これはナスと炒めると。そうするとですね、このボソボソしたのも、許せる。むしろ、まあ、美味しいぐらいになるわけです。ちょっとですね、ここ、チチタケのこの茎ですね、茎のとこ。それとナスと、肉と一緒に食べてみたいと思います。いや、これ相当美味しいですね。チチタケのチチの部分ですね、あそこにいい旨味があるんですね。で、このボソボソ感もですね、こうやって食べると、まあまだちょっとボソボソはもちろんしてますけども、ほとんど気にならないと食べられます。まあこれいわゆるですね、栃木県の方はチタケうどんってですね、まあこんな感じで炒めて、でこれをタレにしてですね、うどんを食べると。でもこれはもううどんないバージョンなわけですけども、まあ私は晩酌の魚で食べてますので、うどんだとですね、それでもうお腹いっぱいになって何も飲めなくなっちゃうんで、ダメなんですね。だからこういう形の方が非常に美味しいと。ということでですね、今日も一通り食べました。で、まだまあ残ってますし、特にチタケの炒め物はもうこの 大皿にもう目いっぱいありますので、当分家族で食べて、しかも私も弁当に入れたり、また明日も食べたりということで、2、3日続けないと終わらないぐらい、あります。じゃあ今日はまあとりあえずですね、残った部分を、飲みながら、食べて楽しみたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。2022年の夜食材まとめ動画第3弾としてチチタケをフィーチャーしました。チチタケは日本全国で夏場に発生します。ところが栃木県を除いてほとんど食べられていないのではないかと思います。その原因はボソボソ感です。この動画ではこのボソボソ感を克服する美味しい料理法をお教えします。まずチチタケの胴体ですが、茶色い傘の表面とそれより薄い茶色の柄です。何より名前の由来通り、傷をつけるとどこからでも白いチチが出てきます。しかし実は乳を出す紅竹科のキノコは結構多く、乳を出すことは最終鑑別点にはなりません。写真はやはり乳を出すキノコですが、乳竹ではありません。最終的には傘と柄の色と乳を出すことで同定するしかありませんが、乳竹以外の乳を出すキノコの乳は辛いことが多いので、乳を舐めてみるのも同定の一助となります。乳竹の乳は辛くなく、旨味があります。ボソボソ感を克服するためには、この動画でお示ししたような、ナスとごま油で炒める料理をおすすめします。油で処理する料理として天ぷらがありますが、私の経験上天ぷらはいまいちです。だしがキノコの内部に浸透することが大切ですが、天ぷらではこれが果たせません。チチタケは生でも食べられます。サラダにトッピングして、ごま油系のドレッシングで食べると結構うまいです。
チチタケがクルトン的役割をします。北海道ではエキノコックスのリスクがあるので、残念ながら生食はお勧めしません。私は以前住んでいた名古屋では、チチタケを取ってくると、毎回ナスの炒め物とこのサラダで楽しんでおりました。北海道に移住してからは残念ながらサラダは諦めています。エキノコックスのリスクがない内地の皆さんは、サラダでも楽しめると思います。ご視聴どうもありがとうございました。フィールド活動が再開されるまで、野食材のフィーチャー動画をリリースしていきます。春になりましたら、キノコや山菜等の野食材の新作動画を出していきますので、ぜひ今のうちに登録をお願いします。